こんにちは。2023年8月16日、東海道新幹線東京駅に来ております。本日なんですけども、今から熱海の方まで東海道新幹線を使って移動しますが、この日静岡県内の大雨の影響で東海道新幹線長時間にわたって運転を見合わせていました。朝の8時半頃からすでに6時間以上ね、列車の運転を見合わせている状態なんですよね。で、今回僕らそんなに急ぐ用事もなかったんで、今から熱海温泉の方に行くんですけども、短距離ということでね、東海道新幹線こだま号のグリーン車を使って熱海に行くことにしました。というわけで停車中のこだま711号ですね、朝の8時台に出発予定の新大阪駅、こちらの列車を使いまして本日は熱海に向かいます。まだこの時点では運転再開の見込みっていうのは立ってなかったんですけども、なんとなくそろそろ運転再開しそうだなって感じではあったんですよね。なので、僕らのこの時間帯も踊り子号の運転とかっていうのは確かなかったと思うので、じゃあもう新幹線で行きますかという感じになりまして、新幹線を選択しました。空席っていうのも普通にあったんでね。というわけで今回なんですけども、 N700S のグリーン車、安定の15車のグリーン車を選択したんですけども、久しぶりに L700S のグリーンに乗りましたね。個人的にいつも言ってる通り、グリーン車に関してはね、ラージ A が一番好きなんで、 S でグリーン車はあんまり乗りたくないなっていうのが正直なところなんですよね。ちょっと車内明るすぎるっていうのと、あと座席が結構硬いじゃないですか。いつ再開するか分かんないんですけども、とりあえず車内で待つことにしました。少し前まではですね、 N700S に乗る方が結構難しかったと思うんですけども、最近はだいぶ編成数増えてるんで、2回に1回ぐらいは L700S ですよね。JR 東海所属の N700S がほとんどで、 JR 西日本所属の S っていうのは2編成しか今のところありません。そっちに関してはかなり乗るのが難しい。グリーン車の座席こんな感じ、2プラス2のシート配置ということで、この時点ではガラガラでしたね。車内に荷物とかを置いて外に買い物に行かれる方とか結構多かったです。奥に止まっているのは8時33分か。本当はですね、この日朝の新幹線で静岡県の方に行く予定だったんですよね。ただ大雨の影響というのが思った以上に長引きまして、静岡県でレストランを予約してたんですけども、もうそれに間に合わないということでキャンセルして、ではどこ行くかってなった時に結局熱海温泉にすることにしました。東京駅でね、ずっとだべってたんですけども、そろそろ行きますかって感じでね、ほんなにまさか長引くと思ってなかったんですよ。もう12時ぐらいに運転再開するかなと思ってたんですけども、気づけば3時前になってましたね。駅弁に関してはね、品切れとかには全くなってなくて、東京駅の在庫非常に多いので余裕で買うことができました。ちょっと今回なかなかいい弁当買ったんですけども、こちらね、サーロイン焼肉とハンバーグ弁当、これめちゃくちゃ美味しかった。1800円ぐらいするかなり高級なお弁当なんですけども、ソースをつけていただくとね、もう味濃厚だし、ご飯が進む、これ素晴らしい駅弁だわ。久しぶりに肉系の駅弁で感動しましたね。あとはキンキンに冷えたビール、車内は涼しいですけども、外めちゃくちゃ暑いですからね。運転見合わせ中ということで、外でね、ベンチとかに座ってる方ももちろんいるんですけども、ベンチとかあってもキャパオーバーしてるんでね、階段に座ってる人とかね、結構東京駅の改札内、カオスな状況広がってました。15時7分、370分遅れて東京駅を出発です。
この日なんですけども、グリーン車の空席状況は三角表示でしたね。普通車の方も三角表示ということで、大体の方がやっぱ自由席使われる方多いんですかね。遅延してるとね、いつ動くかどうか分かんないですから、二人掛けのどちらかには人がいるといったような感じの乗車率です。小玉号に関してはね、基本的に指定席が少ないので自由席の方がね、空いてる傾向にあります。指定席は企画切符とかで乗る方が多いんで、かなり混んでるんですよね。グリーン車に関しても普通車に関しても。熱海までは新幹線だと45分、特急列車で行くと大体1時間半ぐらいですかね。列車ただいま神奈川県小田原に到着しました。向かい側14番線のホームは10時14分の小玉号東京行きの案内が出てますね。6時間10分遅れ、ただいまの時刻午後3時41分です。車内放送でね、特急料金は返金されるという放送何度もされてます。2時間以上の遅れで特急料金の部分に関しては返金されます。グリーン料金は返ってきません。グリーン料金と乗車券というのは返ってこないんでね、注意してください。ちなみに指定席誘導も行われてます。自由席も座席ね、いっぱいということで、指定席普通車のデッキ通路に立っても OK とはないですね。グリーン車に関しては普通車自由席の特急券で立ったりねすることできないんで注意してください。今回グリーンにしといてよかったですね。もうグリーンも普通車指定席もほぼ満席状態です。このまま小田原発車できるのかな。今回だいぶゆる動画になってると思うんですけどもね。自由席が多分悲惨な状態になってるんでしょうね。発車ベルが鳴り続いてます。
ようやく発車ですね。ちなみになんですけども、今 JR 東海の情報を見ると、東京駅を9時57分のこだま号から13時30分発ののぞみ号かなまでの列車に関しては全列車運休になったみたいです。僕ら乗ってるのは8時57分発のこだま号なんで、運休にならずにね運転されました。まあもう間の列車全部バーッと一気に運休にしてね、自由席の列車運行するとか、多分そういった方針になると思います。もう普通に青空出てますからね、この辺りは。次が今回の目的地、熱海です。まあ、空席情報を見た感じだと、グリーン車に関してはね、だいたい8割ぐらい予約で埋まってるって言ったような感じ。普通車に関してもまた結構そこそこ空いてましたね。本日も東海道新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。次の停車駅は熱海です。到着してすぐの発車となります。お降りのお客様、お早めのご準備をお願いいたします。もちろんいつも熱海行くときは基本的にサフィール踊り子とか特急踊り子、東の特急で行くんですけども、今回初めて東京から熱海新幹線使いました。意外と熱海で降りる方というのもね、そこそこ多かったです。短距離ですけども、熱海に着きました。天気良すぎる。小田原よりかはスムーズに乗車終わったみたいですね。もうすぐに出発です。待避線ないんでね、熱海に関しては。今回久しぶりの N700S でしたね。前の方詰まってますよね。あ、開いた。多分海外の人かな。一回閉めるとね、もう絶対開けないですからね。いや、暑すぎる。てかこの10時10分のこだまの次14時43分になってますよね。なるほどね。
誰か怒鳴ってましたよ今。え、誰？え、誰ですか今の？そうなんだ、なんかバー高駅でこれやっちゃうと後ろが全然。あー、そうっすよね。おい、最悪っすねこれ。てかあれ、黄色がどっか回転してるんで、あれですね、なんか劣勢が。あ、なるほど。わかります、なんか、ほらちょうどここから見にくいですけど。あ、わかります、あの光ってますね。そうです、動けない。なんかトラブルあったみたいですね。最悪ですやん、もう。え、さっきの多いって声はどっから聞こえたんや。後ろかなと思ったんですけど。もう今日はほんと東海道新幹線悲惨な一日ですね。なかなか出発できません。なんとか出発していけましたね。熱海駅って2面2線で対比線がないんで、おそらくもう後続ののぞみか光がすぐ来てるんですよね。ちなみに電光掲示板はこんな感じ。おー、いいっすねっていうのもあれやけど、さすがっすねこの感覚。運転感覚、やっぱ新幹線ってすごいなと改めて思います。はい、ということで終わります。ありがとうございました。